はい、どうも、OK チャンネルです。今日はですね、シェンタのベッドキットの、まあ、天板っていうか板にクッションを入れて、合成皮革の、まあ、革っていうんですかね、合成皮革を、ガンタッカーで留めていきたいと思います。適当にクッションを、板の大きさに切ったところですね。これから裏返して、合成皮革を切ってガンタッカーで留めていきます。とりあえずゆるゆるですが完成です。残り1枚はですね、まあ足元なんで別にクッションなくていいかなということで、とりあえず一旦これで完成としたいと思います。それではちょっと車でね、ベッドキット展開して並べてみたいと思います。はい、実際にシェンタでベッド展開するとこんな感じです。一番手前が木のむき出しになってますけども、元は全部これだったってことです。で、4枚をクッション材を入れて、合皮で巻いたっていう形になります。ちょっと寝てみます。はい、おっさんが一生懸命乗ってますけども、今天板が浮きましたよね。こういう風に固定してないんですぐ天板が動いちゃうんで、そこら辺が今後の、改善点じゃないかと思っております。まあとにかく今回はですね、まあ7000円程度で、クッション材とカバーがを巻くことができたので良かったかなと思っております。はい、それでは今日の作業は以上です。